はい、どうもタンタンです。今日は非常に珍しいユーズド品ですが、こちら入荷してまいりました。まあ、このヘッドのデカールでね、見覚えのある方いらっしゃると思いますけれども、はい、このモデルはうちの方で、ティキティキブランドでですね、ウクレレジプシーこと清作さんとコラボさせていただいたシリーズあったんですけれども、まあ、最初第1弾はテナーサイズで作りまして、で第2弾としてね、このエコシリーズからウクレレジプシーのモデルを制作いたしました。はい、その中の1本でコンサートサイズハワイアンコアモデルですね、ウクレレジプシーエコ C というモデルでございます。まあ、当時ですから、まあ、多分確か3年ぐらい前だと思いますね、に発売になった1本ですけれども、非常にコンディションは綺麗な方だと思います。まあ、この辺ちょっと多分現行感の時にちょっとついちゃったのかなっていう跡はありますけれども、かなり綺麗なコンディションの1本じゃないかなと思います。はい、非常に明るくてコロコロとしたこうハワイアンコアらしい響きも感じられますし、結構やっぱりこのエコシリーズね、音どちらかというとタイトめの音の感じで、はっきりとした鳴り方をする一本なんですけれども、まあ3年ぐらい経ってるんで、そんなにがっつり弾いてたっていう感じはね、このコンディションからだと見られないんですけれども、それでもまあ新品の時よりもちょっと響きが良くなってるんじゃないかなっていう印象ですね。うん、まあ、今の段階でこれぐらいになりますんで、まあ、もうちょっと鳴らすとさらに箱の、ね、響きっていうのは良くなってくるんじゃないかなといった、そんな期待も持てる一本じゃないかと思います。コンディション非常に綺麗ではあるんですが、一点ね、前に見てた方はおやっと気づくかもしれませんが、このロゼットの部分のこのヘリンボーン柄ですね、これは実は前のオーナーの方が自らこういったデザインのものを、まあデカール、水電車のデカールだと思いますけれども、まあ貼ってるんですよね。非常に綺麗に作業されてますので、意外と違和感がないかなと思いますけれども、一応これはこの部分は後付けになっておりますので、塗装の上から貼ってるんで、多分まあこう引っかかったりすると取れちゃうのかなと思いますけれども、一応こういったのが後付けでカスタマイズされた1本となっております。はい、ということでこちら、ティキティキから、出ておりましたウクレレジプシーエコ C コンサートモデルですね。当時こちら確かソプラノと、コンサートで30-30でコンサートサイズは確か30本限定だったと思いますので、買い逃してしまったという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。この機会にぜひお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。